はい、本日はご来場いただきましてありがとうございます、これよりリンクスリングスでのフォトン採用事例およびフォトン CTO による最新サービスフォトンクアンタムの紹介のセッションを始めさせていただきます、進行は私フォトン運営事務局の萩原の方で行わさせていただきます、本日のアジェンダですが、まず私からフォトンのサービスについて、説明をさせていただきます。その後は株式会社サムザップの二宮様、石井様よりリンクスリングスにおけるサーバー構成と負荷試験についてお話しいただき、最後にフォトン開発元のエクジットゲーム社 CTO、クリストフ・ウェグマンによるフォトン新サービスフォトンクアンタムのご紹介を行わさせていただきたいと思います。まずはフォトンについて軽くご紹介をさせていただきたいと思います。フォトンとはマルチプレイを実現するために必要な機能を一通り持っているツールで、サーバーとクライアントの SDK をセットで提供しております。クライアント間の通信を簡単に実現するためのシステムとなっており、サーバーは接続性を確保するためのもので、基本的に処理を行うのはクライアント側で行います。フォトンでできることについてなのですが、できることはいっぱいあるんですが、ポイントはリアルタイム通信に必要な機能を絞っているというところにあります。逆にストレージであったり、リーダーボードといったその他の機能については、搭載しておりません。また主な機能としまして、マッチメイキングに関する機能であったり、ゲーム内で有用な機能がございます。ロビーでは状況に応じてロビーを分けるなどといったことや、ルームの方では人数を制限したり、他の人からルームが見えなくなるようなことをといった基本機能に加え、他にもさまざまな機能がありますが、ここでは時間の都合上触れませんので、もしご興味がありましたらフォトンの方のページでご確認ください。ここまで機能について話をさせていただきましたが、改めてフォトンの特徴についてお話をさせていただきます。まずサーバー経由なので接続性が高いということが特徴として挙げられます。P2P では、ナット越えができないなどといったことがありますが、そういった問題はまず発生しません。あと独自技術により信頼性と低レイテンシーの両方を確保しております。さらにクロスプラットフォーム対応で、異なるプラットフォーム間でも利用できます。例えば、スマートフォンと PC、 コンソールゲーム機間などでも、利用することが可能です。現在ですと、Nintendo Switch の方にも対応しております。クライアント側の SDK の利用方法としましては、 Unity のアセットストアでダウンロードするだけでまずお使いいただくことができます。またここではちょっと開発元についてお話をさせていただきたいと思います。フォトンはドイツのハンブルクにあるエクジットゲームズ社の方で開発がされました。エクジットゲームズ社はトップも含めエンジニアの集団でありまして、もともとはワールドゴルフツアーというブラウザゲームのオンラインゴルフゲームのネットワークエンジン部分を開発しておりましたが、そのエンジン部分を汎用的にサービス化したものがフォトンということになります。ですので実績を積みながら開発が続けられてきたのがこのフォトンというものになります。本日はそのエグジットゲーム社より CTO のクリストフ・ウェグマンがクアンタムについてをご紹介をさせていただきます。最後にですが、私の方からフォトンのラインナップについて軽くご案内をさせていただきます。フォトンのサービスは大きく分けて2つの形態に分かれております。クラウド型で提供しているフォトンクラウド、オンプレミス向けのミドルウェアとして提供させていただいているフォトンサーバーがございます。本日はサムザップ様の方にフォトンサーバーの開発事例を、そしてフォトンクアンタムについてエグジットゲームズ社 CTO のクリストフ・ウェグマンよりお話をさせていただきたいと思います。それではサムザップ様の開発事例についてお話をしていただきたいと思います。二宮様、石井様、よろしくお願いいたします。はい、ではリンクスリングスにおけるサーバー構成と負荷試験について、サムザップの二宮と石井からお話しさせていただきたいと思います。まずちょっと簡単に自己紹介させてください。二宮翔太と申します。
2015年にサイバーエージェントに入社しまして、新規タイトルの開発を行ってまいりました。現在ではリンクスリングスのチームに入ってみまして、クライアントとフォトンサーバーの両方からバトル機能の開発を行っています。続いてちょっと会社について軽くですね、株式会社サムザップは2009年に設立してまして、事業としてはスマートフォンのゲームアプリ企画運営配信を行っております。提供サービスについてですが、今回お話しているリンクスリングスの他に、2013年から戦国演武絆を、運用しております。またですね、このスバのゲームをですね、今冬に配信予定となっております。で、今回リンクスリングスのお話になるんですけれども、こちらのゲームについてもちょっと紹介させていただきたく、動画を用意したのでご覧ください。サムズアップ俺に任せとけって。遊んでやりますか。行くよ。リンクスリンクス。はい。リンクスリンクスですね。4対4のマルチ対戦ゲームとなっておりまして。3分間で陣を取り合ってですね、より多くのエリアを自分の陣地にした方が勝ちというようなリアルタイムの、陣取りバトルとなっております。アクションとしてはフィールドを自由に走り回ってですね、フィールドを塗りながら、走り回るという動作と、あと拠点となるタワーを建てたりとか、敵の塗りやタワーを建てる動作を邪魔するために戦ったりだとかいうようなアクションがあります。で、ここから本題のフォトンサーバーについてお話ししていくんですけれども、先ほど説明したリンクスリングスのを実現するために必要なフォトンサーバーの構成についてと、実施した負荷試験についてお話ししていきたいと思います。とその前に、まずですね、フォトンサーバー、フォトンの関わる機能について簡単に整理したいなと思います。フォトンは、ですね、バトルのところに使っているんですけれども、その前後の流れからちょっと軽く説明したいと思います。リンクスイングス4対4の対戦ゲームですので、まずマッチング画面がありまして、敵チーム味方チームに分かれます。で、これをこの後、バトルに移って、でその後最後にリザルトを表示するというようなゲームの流れになっております。裏側で何をやっているかといいますと、ウェブサーバーの方でマッチングを行って、このマッチングデータをフォトンサーバーで取得し、それをもとにバトルを開催し、バトルの結果データをウェブサーバーの方に送信をして、でその後報酬付与等を行い、クライアントはリザルトを表示するというような流れになっております。さて、ざっくりフォトンの役割を説明したんですけれども、これを実現するためのサーバー構成について弊社 EC からお話しさせていただきます。はい、ご紹介に預かりました EC と申します。まず簡単に私の自己紹介をさせていただきますと、2016年4月にサイバーエージェントへ入社、その後サムズアップへ出向しまして、以後クライアントエンジニアとして新規ゲームアプリの開発に携わってまいりました。本セッションでご紹介するリンクスリングスには、昨年10月よりフォトンクラウドからフォトンサーバーへの移行を担当し、マスターサーバーの冗長化やログ周りなどの基盤の開発を行っております。はい、それではこれよりリンクスリングスにおけるフォトンサーバーの構成についてご説明させていただきます。まずフォトンサーバーの基本的な構成についてですが、こちら SDK で提供されておりますロードバランシングアプリケーションを例にとりますと、
ゲームルームの一覧が得られるロビー機能を提供するマスターサーバーが1台、その下に実際のゲームプレイを提供するゲームサーバーが複数台ぶら下がるという構成になっております。ここでのマスターサーバーは各ゲームサーバーと直接通信を行い、ルームの状態やそのゲームサーバーの負荷レベルの共有を受けております。実際のプレイの流れとしては、ユーザーはまずマスターサーバーへアクセスし、マッチメイキングやゲームルームの作成を行った結果、マスターにより案内されたゲームサーバーへ接続しに行くという流れになっております。続いて、リンクスリングスでのフォトンサーバー構成を考えるにあたり重要視したポイントが2点ございます。1つは高可用性であるということ。リンクスリングスの一番のメインコンテンツであるマルチプレイバトルが遊べない状況は作らないということになっております。もう一つはオートスケールです。ユーザーの快適なプレイ体感を維持するために、急な負荷の増大にも迅速に対応できる。また月日が経ってユーザーが増えても基本的な構造はそのままに対応できるというところを重視いたしました。続いて私どもが重視した高可用性とオートスケールというところについて、想定したトラブルを例にどのように実現したかご説明したいと思います。まずマスターサーバーがダウンしたケースでありますが、フォトンサーバーの基本的な構造構成をに立ち返って考えてみますと、基本構成ではたった1台のマスターサーバーがマッチメイキングとゲームサーバーの案内という重要な役割を担っております。ここに障害が発生してしまいますと、新規にバトルを開始できないなどサービスの提供が困難な状況に陥ると思われます。ではこちらのケースへの対応ですが、我々はマスターサーバーを単純に冗長化することにいたしました。とはいえ、実現は言うほど優しくはなく、その1台のマスターサーバーに完結していた、ルームなどルームやゲームサーバーの情報、こちらオンメモリに保持されていたものをどうするのか、またユーザーは複数台あるうちのマスターサーバーに、どのようにアクセスすればいいのかといった問題が考えられます。これにはそれぞれ、まずマスターサーバーがオンメモリに保持していたルームなどの情報はネットワーク上のデータストアに移すことにいたしました。このことで、どのマスターサーバーからでも整合性を保ちつつ一つのデータを保持できる、アクセスできるというふうになっております。またユーザーがどのマスターサーバーにアクセスするかについては、ロードバランサーを導入し入り口を一本化するという対応を行いました。こちら2点の対応を行ったことで、たとえ1台マスターサーバーがダウンしたとしても残りのサーバーによりサービスの継続が可能となっております。続いてゲームサーバーがダウンしたケースへの対応ですが、この場合はダウンしたゲームサーバーへそれ以上クライアントユーザーからのアクセスが来ないようシステムから迅速に切り離すことが求められます。これには管理サーバーを導入することで対応いたしました。管理サーバーが各ゲームサーバーの死活監視の結果をチェックし、ダウンしたと判定した場合に素早くそのゲームサーバーの情報をデータストアから削除することで、それ以上クライアントが接続することのないようにないような仕組みになっております。はい、最後に急なユーザーの増加が起きたケースへの対応ですが、前述した管理サーバーによってゲームサーバー全体の同時接続数を監視して、これが四季一を超えそうな場合に適切な負荷まで下がるようオートでゲームサーバーの台数を増やす仕組みを入れております。これによって快適なプレイ体感を維持したサービスの提供が可能になっております。これらの対応をまとめた最終的な構成がこちらの図になります。マスターサーバー、ゲームサーバー、管理サーバーと主要なコンポーネントを冗長化し、また状態をサーバーからデータストアに分離することで高可用性とオートスケールを達成いたしました。とこちらの資料は後日公開される予定がございますので、詳しくはまたそちらでご確認いただければと思います。
さて本構成のメリットですが、まずマスターサーバーが1台ダウンしても影響が少ないことが挙げられます。状態をサーバー内部でなくネットワーク上のデータストアに保持するようにしておりますので、別のマスターサーバーに再接続するだけで処理を継続できるようになっております。またこの状態をデータストアに移すことにより、マスターサーバーもゲームサーバーもただ台数を増やすだけでシステム全体の処理能力の向上が見込める、つまりは自然にスケールアウトできるようになっております。一方のデメリットでありますが、構成要素の増加と複雑化によってコストが増加し、状態更新の難易度が上がりました。基本的な構成であれば一つのプロセス内で完結していた処理を複数台のマスターサーバーにまたがって、かつ整合性を維持したまま行わなければならなくなってしまったというのが大きなポイントになっております。もう一つの大きなポイントとして、マスターサーバーのパフォーマンスの低下が挙げられます。こちらも同様にプロセス内で完結していた処理をネットワーク越しに行うことによった影響によるものですが、インメモリで処理できていたことがそのネットワーク越しでなければならないことによりますので、このアクセス速の差がダイレクトにパフォーマンスに影響しております。はい、サーバー構成についてまとめますと、一番のメインコンテンツであるバトルをいつでもどこでも快適に遊んでいただくために高可用性とスケーラビリティを重視いたしました。高可用性についてはマスターサーバーの冗長化、スケーラビリティ、オートスケールについては負荷の監視を行う管理サーバーの導入で達成いたしました。私からのフォトンサーバー構成についてのご説明は以上になります。続いて弊社にのみなよりリンクスリングスで行ったフォトンサーバーの負荷試験について発表させていただきます。はい、では負荷試験について、僕らがやったことを話したいと思います。まず一般的なフォトンサーバーの性能なんですけど、こんな感じで言われております。ゲームサーバーで2000から 3000cc、 マスターサーバーだと 40000cc ぐらいと。で結構こんだけ分かってるんですけど、なんで負荷試験やらなきゃいけないのっていうところからお話したいと思います。負荷が変動する要因っていうのが様々だからっていうのが、ざっくりとそういうことなんですけど、ゲームルームごとのクライアント数ですとかメッセージ率、ルームごと1秒あたりのメッセージ数の組み合わせだとか、メッセージ1個の大きさですとか、あとは一つの通信がロストしてもいいものなのか悪いものなのかとか、いろんな要因によって負荷が大きく変動してしまうと。なので自分たちのサービスのところでも計測する必要があります。続いて、リンクスリングスにおいて負荷試験で確認したい情報を整理します。まずですね、正常に動作することの確認をまず大きいところだとしたかった。あともう一つが、効率の良い構成の導出をしたいというところですね。まず正常に動作することの確認のところについては、スケールアウト時に CCU がきちんと増えることと、あとは長期間高負荷の状態が続いた時に正しく動くかなっていうのを確認したかったっていうところですね。それから効率の良い構成の導出のところですが、コスパの良いサーバーの性能スペックを測りたかったというところと、ただ1台のサーバーでどれだけの CCU をさばけるかというところをチェックする必要があったというところですね。でここから負荷試験を実施するにあたってやったことについてお話していきます。でまずどうやってサーバーに負荷をかけるかといったところですが、ここは素直にバトルを大量に行うということを行っていきます。でとはいえ人手でやるわけにはいかないので、バトルを大量に行う方針をこのように立てています。まず大量のクライアントを何とかして用意し、実際のバトルを模倣した通信シナリオを作成して、これを、大量に回すことで、バトルをたくさん行うと。そして、正常に動作するかどうかを確認していくというようなことを行います。それぞれどのようにやるかっていうのが、
課題になってくるんですけど、まあ、例えば大量のクライアントどうやって用意しようかとか、バトルの模倣したシナリオはどう作ろうかとか、正常な動作をどう確認するかっていうのが、まあ、そのまま課題になっていきます。なのでこれからこれらの課題をどう解決したかについて、一つ一つお話したいと思います。まず大量のクライアントどういうふうに用意したかっていうところですね。はい、大量のクライアントは別のサーバーを立てまして、そこに軽量のクライアントを大量に配置することで、行いました。フォトンの軽量、フォトンのですね、コンソール向けの SDK を使って、負荷試験用のクライアントを自作しまして、でこれをアタック用のサーバーを用意して、まあ、大量に配置し一斉にバトルを行わせることで負荷をかけたっていう感じですね。ただこれやってみた結果、負荷試験用のクライアント自作したやつが思ったより重くてですね、アタックサーバー1台だと 400cc 程度しか出なかったっていうのがあって、なのでまあサーバー台数を、攻撃用のサーバーの方の台数を増やしてですね、対処いたしました。でまたですね、サーバーまたがってしまったので、大量のクライアントをうまく操作して目的の想定した CC を稼がなきゃいけないので、それだけの動作をしてくれっていうふうにお願いするような仕組みが必要だったんですね。なので分散実行可能な負荷試験のツールとしてロカストを導入して、僕たちの方だと手元の PC からそのロカストのマスターを置いたアタックサーバーに向けて、これだけの CCU、同時接続数でバトルを行ってくれというふうに命令を出すと、まあ、先ほどの自作クライアントがたくさん置いてあるアタックサーバーから、まあ、一気にバトルが行われるというような仕組みを作りました。はい、ちょっと軽くまとめます。大量のクライアントをどう用意したかという課題に対しては、アタック用のサーバーを複数立てて独自のクライアントを配置、ロカストによる一斉操作でバトルを大量発生させたというような感じになります。まあ、続いてバトルを模倣した通信シナリオをどう作るかというところなんですけども、これ普通にやるとシナリオデータをこっちでこういう感じで動くだろうっていうのを想定して作ると思うんですけど、Linux Linux の場合ですと、まあ、リアルタイムの陣取りバトルで4対4でやるバトルだっていうのもあり、まあ、それとですね、まあ、陣地の状態だとか自分とか敵キャラの武器だとか、まあ、いろんな要素によって大きく動きが変わるようなゲームになってますので、それっぽいシナリオデータがどうしても作りづらかったんですね。なので、僕らとしてはここはプレイログをそのまま使ってしまおうという結論に達しました。で、ただ懸念点もあってですね、まあ、チューニング中にその通信のインターフェースとかが変化してしまうと、まあ、シナリオそのものが変わっ、まあ、取り直しになってしまうとそのシナリオそのままが変わってしまうというのがあったので、まあ、できるだけそこは変えないようにコンバーターを使って同じデータを使いますとか、あとまあ複数シナリオ、まあ、どうしても変えなきゃいけない時が来てしまったら複数シナリオを使うことで、まあ、負荷何回かやればだいたい一緒だよねというふうに平均化してうまくカバーしました。で続いてプレイログの取得方法なんですけれども、まあ、サーバーの負荷試験をするのにサーバーに変更を入れたくなかったので、クライアントのアプリから取ろうという発想になりました。で専用のログ取得アプリを用意して送信データを全部保存して、それを取ってくるような仕組みを考えたんですけども、これやってみるといろいろ面倒でして、専用のビルドをまず作って、まあ、チーム内の上手い人たちにこうテストプレイをしてもらうと、でそこから8人分の端末を引っ張ってきて、それに対して一個一個こうデータを抜いてくるみたいなことをしなきゃいけなくて、これすごく面倒だったんで一回やってちょっと心が折れました。なのでちょっとサーバーに変更が加わってしまうんですが、できるだけ影響を小さくしてサーバー側で取得しようというふうになりました。でサーバーでの変更はコンフィグで処理の回避が可能な変更にとどめまして、でサーバーで受信したデータを全部保存して、サーバーに入ってデータを抜き出すと
これでまあプレイログが取れるというような感じになります。最新あの僕らのチームだと最新版の開発用ビルドを毎朝触る習慣があったんで、まあ、サーバーにちょろっとこう変更を入れる、まあ、データを保存するモードとかに切り替えてあげれば手軽に取得ができたっていうところが良かったですね。まあ、あとはデータを今回8台の端末から1個1個取ったのがサーバー1台から取ればいいっていうところも、まあ、すごい良かったです。まあ、めちゃめちゃ楽になったので、僕らこれを今回はこれを採用しています。なので負荷試験実施としてはバトルを模倣した通信シナリオについてはサーバー側で取得したプレイログを利用することで実施しています。続いて正常な動作の確認方法なんですけど、こちらですね、正しく動作しているかどうかはマスターサーバーの応答時間が適正値であるかどうか、またゲームサーバーの応答時間が適正値かどうか、まあ、これは陣取りの応答時間を見ています。それと負荷による不具合が起きてないかの確認などを行いました。あとですね、ボトルネックの調査とか余裕の見積もりっていうのに CPU 使用率、メモリ使用量、通信データ量なんかを見ています。でこれらをチェックするためのメトリックスとしては、基本はフォトンカウンターの方から、取得しております。これ CCU だったりとか通信関連のデータだったりとか結構いろいろ取れる便利なものなんですね。それからまあ足りないものに関しては自作してます。まあ、CPU 使用率だとかメモリ使用量、陣取りの応答時間などなどですね。でデータドックに全部投げることで時系列でいい感じに見れて分析がしやすかったですね。まあ、データドックって、まあ、知らない人のためにはこんな感じになってます。まあ、横軸時間で縦にデータがこう並んでて結構こういろんな分析がしやすいものになってます。で軽くまとめますと正常な動作の確認については、接続時間とか通信の応答時間を確認していました。でボトルネックの特定とか余裕の見積もりに関してはさまざまなメトリックスが必要でした。データはデータドックの方に貯めて閲覧可能にしておくと分析とかしやすかったです。負荷試験の実施に関する課題全部対処できたんですけど、まあ、改めてちょっと元々得たかった情報について整理しますと、まあ、大体こうやったら確認できるようなことばかりなんですけど、コスパの良いサーバーの性能を割り出すっていうところだけちょっと曖昧なので、フォーカスしてもうちょっと話したいと思います。コスパの良いサーバーって、まあ、要するに性能を下げれば費用が安くなるんですけど、CPU メモリ通信量などギリギリまでまあなので使った方がいいよねっていうところで、じゃあそういうのをどういうふうに割り出すかっていうところですね。負荷試験の結果と考察の例をちょっと出してみたいと思います。で僕らこれをこんな感じに試行錯誤してサーバーのスペックを決めましたっていう感じを言うのをちょっとお話したいと思います。例えばこんな感じのデータが出たときに、CCU 同時接続数2000のところを見てもらいますと、CPU が 90% と、まあ、なかなか限界に近いと。でこうなったときに CPU を増強してサーバースペックを上げるっていうのをやるのか、まあ、サーバーを並べた方がいいのかっていうのを考えるときに、まあ、GCP のインスタンス費とかフォトンのライセンス費とかを考慮しながら、まあ、決めてましたって感じですね。あと2800一番下のところを見てもらいますと CPU 使用率低くなってるんですけど、通信待ち Q に結構急にデータが溜まってしまってるんですね。でこの場合ちょっと帯域ネックだと判断して、まあ、この CCU1 台ではさばけないなっていうところで、まあ、サーバー台数を増やして対応するのか、ね、っていうことを考えてました。でサーバーのスペックを変えてこんな感じで実験を繰り返しまして、まあ、最適なスペックを算出していくという作業を行いました。続いてチューニングについてなんですけど、やったことを話していきます。僕らのチームでやった時には想定よりも CPU 使用率が最初高かったんですね。で対処したことについては、まず独自に実装した負荷クライアント側のバグが最初ありまして、送信頻度がちょっと高くなりすぎちゃってたんですね。まあ、バッファリングの機構がちょっと動いてなかったというか、なのでそれに対する対処を行いました。
またフォトンサーバーのからクライアントに送るところのバッファリングもちょっと設定をミスっていて聞いてなかったっていうのがありました。それからですね、ラグを吸収しようとして一部のコマンドを遅延実行するような処理を中で書いてたんですけど、これがまあまあ重かったのでここはなくしました。でこれもともとなんかそのラグを吸収する効果自体が感じづらかったのもありまして、これ外しました。あとは到達保証設定 の, 通信を厳選することで通信頻度を落とすというようなことを行いました。でポイントとして通信頻度が高いと CPU 使用率上がってしまうので、まあ、それを気をつけてました。あとフォトンサーバーの設定にはちょっと気をつけて、バッファリングがちょっと効いてないと結構大きい問題になってしまうのでというところですね。最終的な性能こんな感じでして、まあ、2900ぐらいまでいきました。で負荷試験のところまとめます。偽装クライアント自作して別サーバーに大量にクライアントを配置することで実現しました。アタックサーバーをスケールして想定 CPU まで CPU を無理くり上げてます。また、作成の難しいシナリオは実データを使うことで対応しました。また負荷試験の機構自体のバグとか、サーバーの設定とかはちょっと注意してみた方がいいかなと思います。で僕から最後にですね、ほとんどアプリケーションロジック実装すぐに入れるとか、対応プラットフォームが豊富だったり、デフォルトで取れるメトリックスが豊富だったりとかありまして、結構いいものかなと思うんですよ。はい。で、フォトンサーバーの情報ってまだまだ少ないんですけど、リンクスリングスの事例が何かの助けになれば嬉しいかなと思います。で僕からは以上です。ありがとうございます。石井様、新宮様、ありがとうございました。続きまして、フォトン CTO EXIT ゲームズ社の、クリストフ・ウェグマンよりフォトンクアンタムについて ご案内させていただきます。ここから、同時通訳の方が入りますので、レシーバーをお持ちの方は、そちらを装着して、セッションをお待ちください。Hello everyone, I'm Chris. I'm the founder and CTO of Exit Games. My Japanese is sadly not very good, so I rely on my kind translators. Welcome to the session, and I have the honor to present our new product called Quantum, which we've been developing in the past years. And I would like to give you a sneak peek. So first off, I would like to give you a quick overview of Photon Cloud. So ZoomZap before explained how you can self-host a Photon server. So that was very interesting. In parallel, we have our cloud product where we run servers around the world. So we have servers available in all major regions, so from US, Europe, and Asia, and in particular Japan, of course. So we have about 360,000 registered studios using Photon. So that's growing very fast, a couple of thousand every month. We have about 420 million monthly active players hitting our servers every month. So we basically do a load test every day. So like ZoomZap was doing it as well. We have about 4 petabyte traffic. So that's pretty massive. So we power a lot of top grossing titles. And the biggest titles are mobile titles. So I'm listing here mainly, let's say, European, US titles. So I'm not sure how popular they are in Japan. Maybe some of them you know. All right. So just to iterate real fast, so I use the word netcode to describe what the developers are writing in terms of networking. So handling sockets, sending packages, writing the code basically, which is necessary for networking. And network development, so our claim is we make multiplayer simple, but multiplayer development is quite hard. The good news is that successful teams and very good teams just get the job done. So
companies like ZoomZap just never even ask, right? So they just work on the title, and at some point it's ready. There are not a lot of questions usually. But kind of the bad news is that even the successful teams are struggling with the same issues. So every team which is, or every title which is successful, has to handle latency. And actually we are experiencing latency here very well with my translator. So everything I say takes a couple of seconds to arrive. So hopefully in real-time games this is faster. Then authority, if your game gets successful, you will have problems with hackers, with cheaters, wall hacks, trying to get unlimited ammunition. There's a lot of creativity in this world to actually hack and cheat in the games. So at some point you need to think about having an authoritative server. Another problem we see is bandwidth. So especially initially when you start network development, you're not thinking too much about optimizing the traffic and everything, and when your game gets very successful, you are using more and more bandwidth and traffic. And a lot of bandwidth usually leads to more disconnects, so you have to handle disconnects and reconnects. So the kind of ugly truth is you need very skilled and experienced network developers to make a successful game. So we at Photon, we try since a long time to make it easier and to handle these issues better. And we think we came up with a very good solution which is helping you to get around the problems. It's called Quantum. We've been developing it for the past 3 years. We launched it about a year ago. And we, GMO, our partner from Japan, just launched it, I think, last week here in Japan. So everything, or most of the documents, I think, are translated. And it was developed by our core team, who is with us since more than 15 years. And it's already used by very famous teams. So from Ubisoft to Futureplay, so even for Finnish companies, Warner, Scopely US, Square Enix, in this case Square Enix Montreal. So of course I hope we can make a splash in Japan, so you guys pick it up and build great stuff. So what is Quantum? So first off, Quantum is a deterministic game engine, and the word deterministic will become very, not sure if it's a buzzword yet, but it will become pretty popular in the next years, because a lot of solutions are relying on this determinism, which means that no matter if you have a mobile phone with an Intel processor or ARM processor, Android phone, iOS, PC, console, they all generate the same results with the same input. And we rewrote for Quantum all the core systems, so from physics engine, pathfinding, steering, ECS, job system. Quantum is zero lag. So not zero latency. So latency is always there. So you send packages to your players, and that always takes whatever between 20 and 100 milliseconds, maybe longer. Zero lag means everything you do on your device, so you steer your character, is instantly happening. So you feel like everything you do in your game is instant. And this is what Quantum is providing. It's using a modern predict rollback approach, which is every time something is getting out of sync, the game state is rolling back and simulating forward again. This approach allows features like replays or spectating, so everything which is important in esport these days. Quantum has cheat protection,
out of the box, which is already quite good. So it's impossible to manipulate state on the other clients because you only send around input. So you have no way to cheat your health. Or, of course, aim bots and stuff like that, and wall hacks, where you just make the walls invisible, are still possible. So that's nothing we can prevent. One of the most important features is no netcode. So no netcode means that developers using Quantum do not have to deal with sockets or packages sending stuff around at all. The only thing you work with in Quantum is input from the controllers. So left, right, up, down, jump. So this is everything you have to deal with. Because Quantum only sends around input, the bandwidth is very low. Of course, if you have a lot of players in the game, it's growing. But in general, if you have, let's say, 32 or 50 players, the bandwidth is very low. Even though the exchange rate of input is very high. So Quantum sends input at a rate of 30 hertz. In general, we spend a lot of time in making it very, very fast, and I will explain that in a second. So here is a typical stack of a game engine. So it's a network layer, the input layer, the simulation, the gameplay, and the view. Let's say Quantum has a very strict separation of the view, so where everything is rendered. Unity, so Quantum only runs on Unity right now. And the gameplay, which is purely calculating the game state. So in this simulation part, we have pathfinding, the physics engine, the animation, the math, the game state, the entity component system, the job system. And this used to be parts of Unity, and in Quantum, we have actually rewritten this complete part. So you write the gameplay simulation completely independent of the game engine in a very, very fast way. And the network is nothing you have to deal with. So the only thing you deal with is this green input layer. So like I said, only input is exchanged. So in this picture, you see, for example, three clients. Each one has the simulation running, exactly the same simulation. And between the players, only input is exchanged. You can run the simulation anywhere. It's not dependent on Unity, so it can run on the server, it can run somewhere else to re-simulate the whole game state. And you can detect desync, so if the clients are not in sync anymore because of mistakes, with checksums. We use a very fast UDP protocol to send stuff around, so it's very low level. So I hope to not overwhelm you with that slide. Let me explain it. So modern games on mobile phones run at 30 hertz. So the frequency of a game is 30 times per second a frame is drawn. So which means that per frame, or we call it tick, you have 1 second divided by 30, so that's around 33 milliseconds you have per tick. So in here, let's say I, in this diagram, you see a bunch of ticks, so, and I zoom into one tick. So this tick is 33 milliseconds. And we say, okay, about 75% of this time you invest into rendering, which is 25 milliseconds of the 33. And about 25% is the actual simulation, which is 8 milliseconds. So you have about 8 milliseconds to calculate everything per frame. But actually, because Quantum is rolling back state all the time, and we want to roll back up to half a second, which is 15 ticks,
Quantum has to squeeze the simulation time into 0.5 milliseconds. So that's 500 microseconds. So, and if you even would build a game with 60 hertz, so even faster, it would go down to 130 microseconds. So this sounds not a lot. It's actually not a lot. But Quantum is totally able to perform this on even low-end phones, low-end Android phones, and so on. So what is Quantum designed for what type of games? So it's designed for fast and twitchy frame-accurate games, so fighting games, games with 2 to 50 players. Initially, we had a strong focus on 2D games, so from sports, fighting, action, RPGs, brawlers. The perspective, so the physics is 2D, but the actual gameplay can, of course, be 3D. So we are now moving into 3D space. So Quantum already runs for first-person shooters and third-person shooters and VR, AR. And I think that's the end of the session. And as a last, we have a quick video of one of the most successful Quantum games, which was recently released, and that's Battlelands Royale. こちらは海外の方で展開されておりますフォトンクアンタムを利用したバトルランズロワイヤルというゲームのムービーを流させていただきました。これにて一応セッションは終わりになりますが、最後にはフォトンウェイ事務局の方からこれに一応お知らせをさせてください。フォトンウェイ事務局ではセデック会期中にワークショップを9月5日と6日の計2回行います。時間は9月5日が11時20分、9月6日が14時50分からとなっております。 PUN2 を使ったワークショップとなっております。 PC の準備もございますのでお気軽にご参加ください。また展示ブースもございます。こちらは弊社が別で取り扱っておりますプレイキャンバスのブースにてほとんど展示も行っております。ご質問等ございましたら、そちらのブースの方までお越しいただければ、ご質問等をお受けいたしますのでよろしくお願いいたします。ご清聴いただきまして、すみません、お問い合わせですが、こちら、URL 各種ありますが、まずフォトンで検索していただければ出てくるものとなりますので、まずウェブサイトの方にアクセスしていただければと思います。はい、ご清聴いただきましてありがとうございました。時間の方が余ってますので、質疑応答タイムに入らせていただきたいと思います。何かご質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ、本日はどうもありがとうございました。フォトンクアンタムについてなんですけれども、こちらはもう完全にフォトンクアンタム用に一からゲームを作る前提で考えた方が良さそうですか、それとも後から既にできているゲームに組み込むことが可能なものと考えてもいいでしょうか。ですね、先ほどクリスの方からもご説明がありましたが、ECS が、
別にありますので、完全に新しいゲームとしてお作りいただく方がよろしいかと思います。なぜかというと基本的にはその ECS 上で、ゲームの構成だとかそういったものをルーチンだとかを作る形になりますので、一から作る方が、よろしいかと思います。わかりました、ありがとうございます。他にいらっしゃいますでしょうか。はい、では、なさそうなのでこちらでセッションの方は終わりにしたいと思います。何かございましたら、先ほどフォトンブースの方でも、お受けいたしますので、お越しいただければと思います。本日はお越しいただきましてありがとうございました。